長期長期サーハースの二挙です。今日は学校がある日のモーニングルーティーンを撮っていきたいと思ってます。早速やっていきたいと思います。腹出てますね昨日夜遅かったんでちょっと起きるの遅いんですけど、多分間もなく起きるんじゃないでしょうか。はい、アラームが鳴ったんでもうすぐ起きますよ多分。はい、起きました。早いんでめちゃくちゃ嘘な顔してると思うんですけど、自分朝起きたらインスタとか YouTube とか嘘 LINE とかを返していきますね。その時間がちょっと時間あるんで、ちょっと早めに起きないと学校遅刻してしまうんで、その時間を含めて起きる時間を毎回決めてますね。自分やっぱ5分前行動とかできないんで、めちゃくちゃギリに家出るんですよ。だからもう学校に着くのもギリギリみたいな感じです。あ、ようやく起きますよ。はい、起きました。おはようございます。起きたら多分自分今から布団を畳みます。やっぱ自分の布団なんで枕持ち上げて、やっぱ自分の布団を自分で畳もうかなと思ってた。雑なんですけどね、めちゃくちゃ雑なんですけど、布団を畳み終わったら、やっぱ皆さんもそうだと思うんですけど、まずトイレに駆け込みます。駆け込み調査しますね。たまに親とかが入ってるんで、その時はまず早出てって言うんですけどね。で、はい、出てきました。トイレから出てきたら、はい、まず先に歯磨きですね。歯磨きをしますね。めちゃくちゃ後ろ髪晴れてませんか。後ろが跳ねてることも気づかずに歯磨きをしてるんですけども、で、これってあれですね、なんか歯磨きってその長く長時間磨くよりも短時間の方が歯にいいらしいです。なんかテレビでやってました前。でも自分はめちゃくちゃ長時間磨くんですけどね、そんな短時間で終わらんすよね。学校が遅刻しそうな時はめちゃくちゃもう早いスピードで早く終わらせるで聞いてるだから聞いてることもあるんですけど、そんなこんなでもうすぐ歯磨き終わりですね。箸洗って、箸じゃないわ歯ブラシ洗って、で、まあうがいして、自分うがいすると同時に顔洗うんですよ。顔洗って、うがいしながら顔洗うみたいな。だと時間がない人でめちゃくちゃ行ったりですよ。一番朝から洗顔をするんですよ。なんで洗顔をするかというと、自分鼻の黒ずみがめちゃくちゃ気になるんですよ。なんで、顔全体というか、もう鼻だけ、鼻を集中的に洗い流します。やっぱ、寝て起きてからのちょっと油がちょっと鼻についてるんで、ほら、こっち見て鼻洗ってます。直感でいいですよ。鼻はマジで念入りに洗った方がいいです。マジで。めちゃくちゃ気になりますもん。鼻の黒ずみが。どうにかしたら取れんかな。と思いながら日頃生きてます。いや、長、バチクソ洗うやん。ここに時間かけすぎやろ。あ、もうそろそろ流します。流すときも、念入りに、洗剤が残らないように洗っていきますね。はい、顔洗い終わりました。あ、手に洗剤ついてます気づいてください、手ついてますよ。で、洗顔終わったらひげ剃りですね。ここ大事っす、マジで大事です。ひげ生やしたくないんで、でも剃っても剃っても入ってくるんですよ、男の人って。しかも鼻の下にニキビができたんですよ。そこだけ剃れないみたいな、そこだけ毛があるよみたいな、恥ずかしい。はい、ヒゲ剃りを念入りに剃った後なんですけど、次は服を選んでいきたいと思います。まあ、お尻開けましてですね、まあ、服の種類がたくさんあるんで、この中から一つ選んでいきたいと思います。今日この子が選ぶ服は何でしょうか。皆さんも考えてみてください。はい、正解はポロジのポロシャツでした。え、噛みました今俺。噛みました、完全に噛みました、あなたは。はい、で、次、パンツなんですけど、パンツは何が出てくるかというと、でしょうか。ハイクロスキニーでした。まあ、ありきたりなオシャレ。まあ、自分オシャレなんで。ということで、今日はこのコーデで学校に行っていきましょう。はい。次なんですけども、この後プロテインの動画を撮ってたんですけども、プロテインの動画が撮れてなくてですね、まあ、いつもは飲んでます。プロテイン朝の朝食として。はい、すいませんでした。で、次なんですけど、次は、ヘアセットなんですけども、いつも通りスプレーヤーで髪を濡らしていくんですけど、ここで注意なんですけど、もうめちゃくちゃ濡らしてます。シャワー上がりみたいなぐらいの雫の量でまで濡らしていきたいと思います。
で、まあ、濡らしたら髪の毛タオルで拭いてある程度水分を取ってから次はドライヤーをやっていきたいと思います。はい、ここからいつも通りドライヤーをしていくんですけど、まず後ろからです、ね。まあ、ちょっと音声がうるさいかもしれませんが申し訳ございませんけども、まあ、いつも通り多分ここはもう皆様と変わらずドライヤーで髪を乾かしていく感じでやっていきたいと思ってます。でも最近髪切ったんでめちゃくちゃ乾きやすい、ありがたいです。まあ、その動画も撮ってるんでよかったら見てください。はい、ということで何らかんらでまあ多少乾いてきたかなぐらいですね。で、その後頭部もなんと膨らませていきましょう。ということでどうやら用はこれで終わりなんですけども、次に自分が使ってるワックスなんですけど、中野の6番を使ってます。これめちゃくちゃいいんですけど、セット力がもうめちゃくちゃウルトラスーパーぐらい、ちゃんと束感も残るんですよ。セット力が強いんでおすすめです。ぜひ皆様も使ってみてください。はい、次ワックスの付け方なんですけど、まず後ろ後頭部をねやっぱ膨らませないといけないんですよ。いろいろ理由があるって、ね、なんで後ろをやっぱ揉み込んで、で揉み込んだら擦ります。毛先だけはちょっと擦っていくとワックスがつきやすくなるんで束感も出やすくなります。ちゃんと後頭部も擦っていきます。はい、で次ですね、後ろが終わったら前ですね、トップとか前髪とかをつけていくんですけど、まあ枝豆を2個分ぐらいつけてもらって、ちゃんと手のひらでワックスを広げます。あんな感じで、はい、でめくってるじゃないですか。あれめくることによって、まあ、中間から毛先にかけてワックスをつけてます。であとこすります。毛先だけこすって束感ができるように、こすって揉み込む、こすって揉み込むみたいな、そんな感じでやっていこう。はい、こすり終わったらですね、あとはスーパーサイズみたいに髪の毛立たすじゃないですか。立たしたらあとはその髪を下に下ろしていくんですけど、もう散らす感じですね。もう思いっきり散らしてください。散らすことによって束感が出やすくなるらしいです。あんま僕知らないんですけど、まあ、自分美容学生ですけど一応そんなに勉強してないんで、まあ、その辺はあんまよくわかんないんですけど、まあこんな感じなかなみたいな。あ、でもセットがめちゃくちゃ上手い人がいるんですよ。その人がそう言ってたんで絶対そうです。散らすことによって束感ができます、断言します。はい、散らした後なんですけど、あとは整えるだけなんですけど、整えるのはアウトラインから整えていきましょう。ベースを作って、あとはその中に埋めるみたいな、もう簡単に言うとパズルですね。枠の中に埋めれるようにその前髪とかトップの髪とかをその枠にはめないように、その埋めるというか形的にの方が一番いい形になると言われております。で、あと後頭部もちゃんとボリューム出してください。ここはもう2回言います。後頭部はちゃんとボリューム出しましょう。まあ、自分もなんかボリューム出してなんか変な形になってるんですけど、しかもちょっと後頭部見てください。もうしゃっくり止まれ、時を止まれ言っとる場合じゃないですけど、頭頂部見てください。3本跳ねてます。多分彼は多分気づいてませんね、あれは。はい。で、ある程度散らして、整えて束感できたら終わりです。はい。で、やっていきましょう。次なんですけども、スプレーですね。スプレーはドンキで買った、もう安いやつです。24時間キープって書いてる。はい。それを遠くから振っていって、こう振ることによって、その束感がそのまま残るって感じですね。全体的に振られたらおしまいです。セットはこれでおしまいです。全部準備が整ったので、それでは学校に行ってまいります。それでは、皆様、いい一日をお過ごしくださいませ。それでは、バイバーイ。行きまーす。入ってらっしゃい。サボっちゃダメだよ。はい、ご視聴ありがとうございました。学校のある日のモーニングルーティーンはいかがだったでしょうか。まあ、学校がある日は朝、結構バタバタして、まあ、朝食もそんなに食べない日もあるんですけど。ということで、今度は、ナイトルーティーンもやってみたいと思ってるんで、よかったらご視聴してみてください。それでは、次回の動画まで、バイバイ。